トムロフトのレース場と飼育日誌。ハタと一緒に遊びましょう。おはようございます。2月21日、火曜日の朝です。今日の空模様です。今日の天気は晴れ。風は北風2メートルから3メートル吹いてます。まだ冷たい北風が吹きやみません。 今日は東京西区連盟の500キロレジナルレース予定通り持ち寄りを行うか変更するかの判断日になりました気象情報をもとにいつが最適な放棄 QV になりそうか確認してみたいと思います今日は車外をしまして5分ぐらい飛んだ時他急車の鳥同じぐらいの波数の集団なんですけども寄ってきまして 今、合流しまして、一緒に飛び始めました。今日は、卓球車との合流。このまま、どん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 こう離れていく形で、遠征に行きました。なかなか滑り出しのいい車外になりました。二月二十五日が、東京・入宿のレジナルレース。放給予定日です。この天気図は、二月二十五日の予想天気図になります。西高東低、冬型の気圧配置。 これは東区地方、山沿い、雪ですね。関東地方はいい天気になりそうな気圧配置です。これは26日、日曜日の天気図になります。まだ成功通って、昨日よりは成功通ってが緩んできましたけれども、まだ遠く地方の方、日本海側は雪の降る天気のような気がします。 これは2月27日月曜日の気圧配置です高気圧がだいぶ東の方に移動してきまして等圧線の間隔も広くなりました山の雪もだいぶ収まって風も収まりこれならば放給できそうな気圧配置だと思いますウェザーニュース社の盛岡の天気予報です昨日の天気予報では火曜日の日が 天気がいいというふうなマークがついていましたけども、昨日のお昼ぐらいから天気予報変わりまして、月曜日の日が晴れということで、えー、月曜日の日が晴れマークに変わってます。これは日本気象協会森岡の天気予報です。25日土曜日曇り、26日日曜日曇り時々晴れという形になってます。月曜日も曇り時々晴れ、 火曜日も曇り時々晴れです。日本気象協会の方は時間ごとの天気予報も出てますので、そちらを見てみたいと思います。26日、日曜日、時間ごとの天気予報です。昼間は曇りですね。夜になって雲が切れて晴れてくるという予報になってます。これは月曜日の天気予報です。朝の6時までは晴れ、 六時から十二時の間が、曇りと晴れのマークになっています。朝のうちは晴れていて、徐々に雲が増えてくるという予報だと思います。降水確率が早朝までが二十パーセント、十二時、夕方の三時まで含めて三十パーセントということですから。雨の降る心配はないようです。ただ、気になるのは風向きですね。西南西の風、四メートル。 から5メートルと少し強めの西風が福井されてています西風が強くならないことを期待したいと思います火曜日の天気予報です天気としては月曜日とあまり変わらないですね少し雲が増えてきたなという感じがします気になる風向きは月曜も火曜も同じ4メートルから5メートル条件としては変わらないようです 今日の鳩の飛翔は他球者に引っ張られたこともありまして遠征時間含めて飛翔時間45分で今降りてきました今日も北風が2メートルから3メートル吹いてますのでこの鳩たち飛んだり降りたりをこの後も繰り返してますなかなかこう飛び上がったり降りたり繰り返してますので鳥の状態は良さそうだなと思って眺めてます 8時になりましたので入車口を開けて入りたい鳩は急車の中に入れるようにしています今日は社外してからここまでで1時間15分経ってますのでやはり入車口を開けると鳩は喜んで急車の中に戻ってくるようです今日はレジャンレース持ち寄りの判断日ということなので、えー、少し気象情報を詳しく見ることにしました 結果として土曜日の放給というのはちょっと難しそうですね可能性のあるのは月曜日が一番良さそうですね火曜日の日も飛ばせそうな天気だと思いますまあ天気予報100%当ただったら苦労しないんですけどもなかなか予報通りの結果にならないのでそこが大変困ってしまいますあとレースにとって風向きも大きいですよね 今回の月曜日の風向き西風ですからあまりかばしい風向きとは言えないですねやはり少し北寄りの風が欲しいですまたは風がない方がいいですねまあ毎年500キロはこの西風強い西風が吹くと帰りが悪くていや困ってしまいます今年はそんなことにならない形でレースができればいいななんて思ってますまた最近運送屋さんとの こう交渉というかなそれも大変なんでその辺のことを含めていつになるのかなっていうのがすごく気になるところです本日もこのブログにお越しいただきありがとうございましたまた次回もお越しいただくよろしくお願いします失礼します